はい。ひと月き万の清水です。いや、今日はですね、キーパーソンがついに激白。えね。<laughs> あの、東京五輪シナリオ、中止のシナリオということで、えまあ、フライデーにこう書かれていてですね。まあ、これ、一体誰なんだと。ね。あの、この、一体誰が中止というのしかも政府の中でっていうふうにこう言っていてですね。まあ、これについて少しちょっと話をしていきたいなというふうに思っております。 えー、本間さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、なんかね、この、なかなかフライデーらしい、ね、あのー、タイトルで、キーパーソンが激悪、ついに動き出した東京五輪中止のシナリオっていう風に、まあ書いてあってですね。で、まああのー、なんかね、日刊現代さんとかフライデーさんとか、あ,あとスポーツ新聞とか、大手新聞系とかってあるじゃないですか。うん、で、うん オリンピック中止関連の情報としてはですね、え、普通ね、例えば朝日新聞とフライデー並べたりね、え、読売新聞と日刊現代並べたりするとですね、皆さんの印象としては、ね、これは、あの、朝日とか読売の方が信用が置けると、いうふうに思われるかもしれませんけど、このオリンピック問題に関してはですね、 やっぱりスポンサーになっちゃってるので、大手新聞社が。やっぱ何も信用できない,、うん、い,いんですよね。忖度に溢れた記事が多くって。で、まあこれについては、まあうちの番組を見ていただいている方々にはよくわかることだとは思いますけども、そういう意味ではこのフライデー結構すごいこと書いてあってですね、面白いですよね。うん、でしかも、この <laughs> 自民党のこのね、 えーあ、自民党っていうか政府の誰なんだよっていうのはなんかもうほとんど言っちゃってる。うん、そのあれだよね。うん、タイムズにゲロったのは誰かうは、ね、そう、タイムズのね、あの記事で <laughs>、えー、もう中止は決まってるんだっていうふうにこう言っちゃった人。<laughs> ね。まずちょっとタイムズの記事のおさらいからあのした方がいいかなというふうに思うんですけど、うんうん、あの、タイムズっていうのはですね、ニューヨークタイムズではなくてですね、ザ・タイムズというこのイギリスの まあ、世界最古の新聞と言われるやつで、まああれにあの政府関係者の中では、もう非公式に中止が決まったっていうふうに、ん、タイムズはもう聞いたっていうふうに言ってましたよね。うん、言ってたね。うんあれがすっごいなんかこう、もう,うわーって、こう、蜂の続いたような騒ぎになりましたもんね。うん、でもうね、小池とか、いカリクルって抗議すべきだって、うん でそれから、まあどうせ抗議してないんだろうけどさ。<laughs> してない、してない。<laughs> <laughs> お前、そこまで言うなら、しろよっていう話じゃない本当。んほんとに。で、抗議すべきだって言ったりとか、まあ、とにかく、みんな否定しまくったんだよね。うん、うん。で、その後で、一体誰が、うん、犯人は誰だみたいな、ね、なんかそういう話も結構、永田町では駆け巡ったらしい。うん、うん。うんうんうん でそうだね、あのー、なんだっけ、一番最初に、そうそう、そういえば、その報道で、最初に名前上がったのって、うん、えーっと、あれは、加藤だったのかなえー、最初の名前っていうのは。す日本の目、日本のそのほら、はい。戦犯探し。ああ、戦犯探しで、うん、一体誰が言ったんだっていうやつですよね、うん、この、あの<で>今ちょっとタイムズの、えー、記事をですね、 この、皆さんにお見せしてるんですけど、この謎のサムネでしたよね、うん。このなんかあの、桃太郎みたいな人がなんかこうやって、ジャンプして、あ,あれ意味わかんないけど、まあ、あの、イギリスからしてみたらこういうイメージだったのな、日本っていう <laughs>。<laughs> ま、じゃあ我々だってね、イギリスって何って言われたら、え、何飯まずいとこうかみたいな、あの、その程度しか <laughs>、で、あの女王が統治してんのか、ぐらいの感じだから <laughs>、ま、あそんなもんでいいんですけど、うん、あれ、この記事が出たときに、 河野さんの名前って上がっってましたっけチラッと出たけど、なんか加藤がね、うんうん、えー、加藤だったっけえちょっと待ってよあ。加藤さんの名前が出たんだっけあまあ出たような気がする。あ加藤さんの方が出たのか。うん。要すになんかその、うん、あっ、加藤じゃねえか、下村か。 あ、下村さんの方が出たんうん。なんか下村ほら、なんか、この間もさ、うん、補選二つ負けたら、あの、政局入りだとかって叫んで、で、下村結構、あのー、アフター菅の後釜を狙ってるとかね、いろいろ噂が出ていて、うんうん、で、後ろから球を打つやつだっていう、<laughs> 言われていてさ、うん それでなんか、そういえば下村の名前は出たんだよね。なる,なるほど、なるほど。だけども下村は絶対俺じゃねえって言って。<laughs> <laughs> 絶対俺じゃない。そりゃあ俺だとは言わないだろうけどさ、うん、いや、実は私のスが言って面白いけど。<laughs> <laughs> 下村かいっていうね。うん、うん。まあ、そんな話も出て。うん,う,んうん。まあ、あの、なんか、噂だけで消えちゃってて。うん まあ自民党もさ、あんまり自分で突っついてやぶビになってもね、うん、うん意外にすごいもんが出てきたりしても困るなーっていうので、ね、まあなんとなくうやむやになりつつあったんだけど、うん、そしたらなんか新しいフライデーの、うんうんうん、あ、確かに五輪中止100%ないっていうふうに、下村さんは日経新聞に答えてますね。 うん。うん。これ、あの、火消しなんだろうな。うん。うんうん、まあ、そういうよね。はい。で、それで、じゃあ、一体、下村さんじゃなかったら誰なんですかっていう。ことですね。っていうフライね。はい。うーん。なんか、キーパーソン、X っていう、書かれてるんがフライデーっぽい書か方やな、っていう。X <laughs>。 なんだスパルタン X かよって感じゃなうん懐かしいね <laughs> だいぶ昔のやつです <laughs> <laughs> まあそれでだ、うん、そこに出てくる、うんえー、その人に近い人っていうのインタビューでしょそはいそうですそうです、うん、であのー、その人が言ったのが、うん、えー 英語に堪能なっていうね、そうこれは最大ヒントになる。英語に堪能のある人物 <laughs> 皆さん、誰だと思いますか、これに関して。質問の仕方としては、与野党幹部、ねうんえー、タイムズと接触者、与野党幹部って誰、うん、そして、それを知るよく知る人物にたどり着いた、以下、キーパーソン X 氏の一問一答である。 与野党幹部とは何者か。X、X って書いたら誰が欲しいけんけど、<laughs> 英語が堪能な自民党のベテラン議員です。それ以上お答えできません。うんね、いやタイムズは日本政府は中心にな中止を内々に一結論付けたと強い表現を使って書いているが、その議員が中止でコンセンサスが取れていると言ったからです、うん、っていうふうにこう言ってるんですよね。うん、言,言っちゃったみたいな。ね。 まあだからタイムズもあれから別にね、あのー、否定してないもんね。何もしてないよね。あんだけ書くってことは、相当 <laughs> あのやっぱり、何て言ったらいいの,あの、自信がなかったら無理だもんいや、そうでしょうよ、うん、一応ね。うん、一応さ、まあ、それと、うん、ね政府内の人間だって言っちゃってるわけで。うん それ、まあ、ネタがちゃんとしてなかったらそこまでは書かないよね。うん、大体、ほら、国内の新聞みたいに、うん、ある閣僚経験者はとかさ、そういう書き方するもんだよね、うんうん、大体ね。うん、どう見てもこれは今の政府部内にいるんだなっていうね、うんうん、つまり内閣の中にいるっていう。うん 書き方になってい、うん、うん、で公明党はなまあ、公明党である可能性もゼロではないけれども、うんうん、まあ公明党ははっきり言ってあんまり別に五輪には積極的に絡んでるわけじゃないからね。うんうん だからやっぱり自民党系かなって,なってそ、下村かとか、加藤かとか、名前が出た、うん、出たけど、うん、しかし今回は、さらに条件が狭まったと。でいや、誰だと思いますか、皆さん。うん、やっぱり英語に堪能で,で、しかもこういうのにポロっと言っちゃう人。<laughs> まあ,あとベテランね。ベテラン。ベテランということだよね、うん、でね。しかも幹部。うん、まあ幹部、政府の幹部、与党幹部って言ったら、大臣経験大臣経験って大臣経験だろうね。<臣>うん、うん、だよね。うん、あ、そうか。あ、そうあ、そう。いや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 い、あ、そうではないでしょ。 てうか英語ペラペラか、うん、ペラペラではないと思うんだけど。うん、まあ、しゃべペラペラというか、日本語もね、喋れないからね、<laughs> うまくね。そうっす、ねうん、英語はどうなんだろうな。うん、ほら、なんかさ、常にこう顔つきがふてぶてしいからさ、うん、あのよくいるじゃない、こう全く分かってないけど、って聞いてる人って。<laughs> いるいるいる。いるないうん、ああいう類いだよね、うん、きっとね。うん。一体それは誰なのかっていうところなんですけど。のか。まあ、ちなみにですね、あのー、ちょっと、タイムズの続きの記事が実はあって、うん。あのー、まあ、あ東京オリンピックじゃなくて、北京オリンピックについて語っているんですよ、タイムズ。ほう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 。 それは、あの、中国は、えー、人権侵害。香港の件とか、うん。まあ、いろんな、あの、あと、ウィーグルの件とか、うん。あるから、うん、あの、オリンピックやめろっていうふうに、うん。いうふうに言ってるんですよね。ボイコットせよと。なるほど。うん。だから、どっちかって言うと、タイムズとしては、そういうところも問題としているんでしょうね、これは。 それはタイムズの主張として言ってるの誰かがまた出てきて言ってるいや、これは、あの、誰かが出てきて言っているっていう感じの記事ではあります。まあ、あのね、前も俺たちここでもずっと喋ってたけど、北京はその、あ、北京オリンピックね。来年1月の北京オリンピックは、まあコロナの封じ込めはなんとかなるかもしれないけど、もうまさにそのイギリスとかさ、そうですね。アメリカとか、 が参加するかどうかっていうのはすごいでかい問題になるだろうっていうね、うん、だからタイムズはやっぱりそれを乗っけ始めたわけだよね、あと1年ということでさ、うん、やっぱりイギリス、アメリカ、ドイツ、フランス、カナダ辺りのやっぱり民主主義をやっぱり堅持する国々からすれば、ちょっ と感化できない特にイギリスなんて、しかもあの香港問題、自分と直結してるしね、うん、そうです、ねうん、だからそこは、うん、大きな問題になるよね、うん、なると思いますコロナよりも難しいと思うよ、うん、難しいっていうか、いや、あの1年後はコロナなんとかなる、あの少なくとも東京大会よりはましなわけじゃない。うんうん ワクチンとかなんとかです。おそらくはですけどね。おそらくはね。うん、また違う、ワクチン効かね変編集出たとかっていうことになれば、ね、<laughs> 話は全く振り出しに戻るけど、うん、そうでなければ、うん、東京よりはマシだけど、ただ問題として、その、ウイグルとか香港の問題。うん、こっちがクローズアップされてくる。うん、まあそうするとな、たぶんまたあれが、あの、シュウちゃんがさ、 うん、いやいやいや、俺たちそんなウイグルとかいじめてないからとかって言って、うんうん、ウイグル族の通訳の青年ですとか、<laughs> なんかそんなベ,あのベルリンオリンピックであのユダヤ人のあれを使っ通訳使って、うんうん、オリンピック終わったらその翌日すぐと捕まえたみたいなね。<laughs> まあそれ、歴史知らない人にはあのー、意外な話なんですけど、ベルリンオリンピックの時はユダヤの虐殺とかそんなのありませんから、俺たち仲いいから、仲いいからったったみたいな感じで、こうやって終わったとたんと捕まえるっていう。やったからね。うん、だからもうたぶん、習ちゃん、その半年ぐらい前からさ。うん もうウイグル仲良しキャンペーンみたいなの始めちゃうよきっと、うん、ね、強制収容所はもう閉じましたと、世界中の皆さんからのご注意、ありがたく頂戴いたしましてと思って、うん、すげえ提出になってさ、うんで、オリンピック終わったらまたすぐに、何 <laughs>、まあ、やってんの、まあ、このウイグルのやつが歩いてるからすぐ捕まえろみたいな、<laughs> もう手のひらないし、すぐやるからさ。 オリンピックできるかっていうとね。うん、僕は東京オリンピック。まあっていうね、あのー、問題とかもあるし、うんえー、まあ、タイムズとしては取り上げて後に引かない感じなわけですよ。じゃあ実際のところこれ誰なんだっていうところなんですけど、まあ英語が堪能といえば、やっぱ彼、しかもベテラン議員、うんうん まあ、ベテランですよ。ベテラン。うん。うん、間違いないえ。うん。でしかも、ちゃんと仕事してるしね。仕事してる。で、そして、うん、えー、オリンピックなんか仕分けしてやるっていう風な、まあ、お仕事的なポジションでもあるしね。うん。うん。あと、<う>このクソ忙しい中に、えー、さらに仕事を追加で任されて、もう、若干不満も溜まっているでしょう。 それは一体誰なのかはい、本間さん、はい、よろしくお願いします。それはですね、はいえー、自民党の今、行革推進担当大臣、やってる河野太郎さんですね。はい。うん。言いそうでしょ彼ね。まあ、彼言いそうだしね、うん。めっちゃ言いそう。うん。うん、まあ、合理主義者。うん。あと、アメリカン大学出てるから、うん、英語もべらべらだし。うん あのー、要するにほら、海外のその記者たちとのやり取りも、うん、通訳入れないでべらべら喋っちゃうしね、もともと彼は、安倍内閣で何やったんだっけ、閣僚になったけど、あ、うん、なんだっけ、環境大臣？ええ防衛<う>、防衛大臣、ね、防衛、防衛、防、う、衛、ん、防衛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 、防 でその時までも、うん、いつもやっぱりほら内閣に入るんじゃねえかって言われて、いつも袖にされてて、うんうん、っていうのは、彼はあのずーっと反原発って言ってたんだよね、そうで、ん、す自民党の中でさ。うん、でもう、本当、その反原発のこのあれって結構筋金入りだったから、いつもツイッターとかでもさ。うんうん んあの経産省の言ってることなんかできるわけねえだろみたいな。うんうん、結構ちゃんと書いてて。うん、だけど、それをやってるから、あの、異端児とか呼ばれてね。うんうん、反逆児とか呼ばれてさ。<laughs> <laughs> それで、能力はあるのに入れてもらえなかったわけ内閣。うん、で、結局、日本の自民党の内閣ってさ、うん、あの、大臣、あの、待、ま、って、 死ぬまでに大臣一回やりたいっていう能なしがいっぱいなるわけじゃん。<laughs> うん、で、河野君みたいのができなくて、うん、ずっと冷や飯食ってたんだけど、うん、そしたら安倍が、あのー、原発を封印するならば、うん、原発の反原発の主張を、うん、とりあえず封印するならば、 あの大臣やらせてやるって言って、うん、いつまでも子供じゃダメだみたいなこと言われた。うん、で、結局今あの、河野君って反原発の話は一切しないんだよ、うん、うん。でもまあ一応防衛大臣とかやって、ブルーインパルス飛ばして、うん、なんとなく実績作って、うんね、他にも実績あるだろうけど、うん で、今に至る。うん、うん、で、彼ぐらいのさ、合理主義者から見ればね、うん、こんなお前、東京五輪なんか、一戦の価値もないはずだしね。<laughs> まあそうです <laughs> うん。な、彼みたいな人間はさ、うん、アスリートがどうのこうのなんかどうでもいいなんぼかかるんじゃないっていう話じゃない <laughs> うん。 でいやー見積もりは7000億円だったんですけど、今3兆円ぐらいっていって、そりゃそうでしょ。<laughs> だって、ハンコでさ、いや、これ無駄だからなくせとかって言ってるのに、いやー、オリンピックなんて、もっと、<laughs> ね、もっとでかいあの問題ですよ。うんうん、だよね。うん、で、医者が集まるわけないとかね、うん、そんなの誰、もう当たり前だけど、彼もよく分かってるはずだし。うんうん 合理的に見たら絶対できるあれがないわけだから。でもまあ、国内メディアは別にどこも聞きに来ないから。で、海外メディアがクリアさ。それは英語でペラペラって俺英語喋れんだぜってってペラペラって喋る。ほんで、俺らはペラ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 みたいな感じでこう、もう言っちゃダメなことまで喋っちゃいそうですからね。聞いてもいないことまで喋るっていうね。彼喋るのは好きだからね。 だから多分、これはだって、英語堪能なだって言ったら、今一人しかいねえじゃんっていう感じだよね。うん、一応ね、他にもね、学歴だけ見ればさ、英語できそうな人いっぱいいるけど、うんまあ、だって、確か、えっ、ー、と、茂木さんとかもね、いるけど、うん、なんか言う動機がないもんな。うん、うん。あとなんか、ねか、加藤官房長官とかもね、 うんいるけど。反応っていうほどでもなさ,な,なさそうだしね。ねうん、うん、あれもしかして、もう一人いるけど。<laughs> 小泉進次郎とか。おお<ー>、うん、でも彼は閣僚っていうか内閣じゃないしな。ああ、そっかそっか。しんちゃんはな。うん、彼はまた信念がないからね。うん,うん。 そうかないや、でも一応、あの、環境大臣ですよ。小泉進次郎。え、今、あ、そっか、今、環境大臣か。一応、環境大臣。あ存在感ないけど、うん、ないけど、安倍内閣の時と違って。ね、<閣>ないよね、今ね。うん、うん。ほとんどなんか、職務以外で対外発信しなくなっちゃったしね。うん。うん、あとでも,もう一人いますよ。 英語がペラペラ。うん。で、えー、大臣もやっている。うん。やっぱ橋本聖子さんじゃない<ー>そ,あそうだなオリンピック担当だし。もうそうだ <laughs> もう焼け裾になっちゃった。<laughs> <laughs> もう、あの、もう。まあ、チャリンコ大い彼女ではないよね。まあー、これ、そういう度胸はないやろ。度胸ないしさ。 そう、や、ばいじゃんだって、常日頃言ってることと真逆のこと言っちゃうってさ <laughs>。確かに。<laughs> そんな腹毛ができるようにはとても見えないよね。ちょっと無理だろうな。うん、彼女ではないだろうな。あうん、いや、タイムズもさ、うん、彼女だったらそこまで言ったらお前はもう、あの、あれだろう、大臣、うん、大臣とかって言っちゃうだろうっていうね。うんうん な,ないよ、ねうん、たとえ本心本心ではもう呆れ果てていたとしてもさ、うん、毎日やる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 言ってんだからね、うんうん、実際のところどれぐらいしゃべれるんだろうなもう普通に日,日常会話できると思うよ、うん、もちろんうんチャリンコこいでたりしたわけだからな、うんまあ、一応ね河野太郎さんはなんかあの英語でさなんかあの 喋った奴が東京オリンピックをめぐる発言を釈明していて一部だけ切り取られて曲解されたんだみたいな風にはツイッターでは言ってるんですよね。あ、前のそう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 。そうそうそう。だけどな、ツイッターで言っただけやからな。うん。いや、もう俺は、十中八区間違いないと思うな。 河野君だと思うよ。まあね。うん。その政府部内でコンセンサスが取れてて、その言い方がまたさ、うん、いや、それこの野君が勝手に思ってることなんじゃないのみたいなね。うん、彼もほら、思い込み激しいからさ。いや、すごい激しいです。ね。うん、自分が言ったこと以外は全部フェイクニュースだみたいなさ。<laughs> そう、トランプかお前はみたいな。<laughs> そういう危うさもあるじゃないうん。うん だ結構彼もちょっとエキセントリックだしな、うん、ちょっと、ちょっとね、うん、あのー、なんだろう、うん、いい時に行くときはすごくいいだろうけど、うんうん、なんかこう、なんかつまずくとどゆらいことになりそうなところあるよね、うん、なんかね、うん。いや、しかしな、これ、あのー、すごく、 この記事自体にはね、ちょっと欠陥もありまして、えー、何かっていうとですね、えー、例えばではなぜ日本政府はあーの公式に五輪は中止すると宣言しないのかのところで、また賠償金の話してるんですよね。うん、そうなんだよね。うん、それなんか不思議なんだよね。ねあ,のあ、フライデーの記事でしょ。フライデーの記事。そうなのよ。一体何を根拠にそんなこと言ってるんだっていうね、うんうん。なんかよくわかんないな。 だにそういうやつ見える、うん。日本政府は五輪開催のためにギリギリまで戦ったと世界に印象づけるためです、うん五輪は。五輪は予定通り開催される必ず実行するとあえて強い言葉を使っています。<laughs> 日本が自ら中止を決めてしまうと IOC に対して莫大な賠償金、違約金を支払わなければならない。自分たちからは口が裂けても中止しますとは言えないのです。って書いてあるんですけど。うんね これそれは、あれだよね、記者の話だよね。うん、記者。記者、記者い,いや、えっ、ー、と、X さんが言ってますから。あ、X か。うんうんうん。あ、そこが、それ変だよね。うん。うん。それは、その、X が、ま、あの知らないのか。うん。うん。あ、賠償金、だって、開催都市契約にないもん。そう。ないからね。いまだにこんなこと言うてる人いるんやな。うん。うん、いるんだよね。しかもだって、 本来ならもうちょっと詳しくてもいいよさげな人間がね、うん、なんか変な感じはする、うん、<laughs> だって結局ねあのー、前回延期を決めた時も、うん、<laughs> いや延期の条項っていうのはもちろんないわけよ延期とか中止の条項っていうのはないわけ 延期したらいくらかかるとか、もちろんそんなことも書いてないけど、じゃあ、延期って言い出し、その論法で言うならば、延期って言い出したって大変なことになりそうなわけだったじゃん。当然、そういう話も去年もあったし、日本から言い出すとっていう、またいつもの話、やってたわけよ。やってましたね。でも、じゃあ、結果どうだったかというと、えっと、安倍と森とうん。 安倍と森と小池と橋本で眼首並べて、にやむにやってやって、で安倍が電話して、うん、延期したいんだけどって言っただけら、OK、うん、って言ったあ今回もそうなるって、うん、日本側から日本側うんぬんって言うけど、うん、IOC だってさ、もう1年延期しちゃって、うんで、状況がもうめちゃめちゃ厳しいってことは、まあ。 わかってるわけでね。うん、で、いつかはどこかで、その、あれを、結論を出さなきゃならないわけで。うん、で、その結論を出すときに、それは電話をかけるのが東京からなのか、バッハからなのかとか言ってたら何、な <laughs>、うん、言ってたって何の意味もないからね。ない。うん。お前だろ、お前の方が電話してこないから、俺 <laughs> は何もやんなかったんだ、とかってさ、<laughs> そんな、お前も。 子供の喧嘩じゃないんだからっていう。いや、意味ねえだろうっていう。そういう問題では、もうすでにないはずなんだよな。っていうか、あの緊急事態宣言がさ、延長されるっていう話があるじゃないですか、今。しかも3月7日までですよ。無理、無理やどっちにしろ。三月七日になっ で、じゃあ3月7日で切れるのかもわかんないからね。うん、実際問題ですね。うん、じゃあ3月7日で、よっしゃー、シャンシャンって言っても、うん、やったー、もう全部終わりみたいに。<laughs> コロナゼロだーと、うん、コロナゼロにはならないでしょ。これはならならい、うんうん、そして3月8日から GoTo キャンペーン復活。<laughs> 待ってましたって、おーとかでまた広がってさ。勘 <laughs> 弁してくれって感じ何をやってるんだ、うん、だってさ、ほら、あれ、g o キャンペーンで1兆円の補正予算さ、あり確保してあるからね。うん、あの使いたくてうずうずしてるわけよ。いや、もう使いたくてうずうした。早く、早く、早くって感じだと思うよ。<laughs> 本当にそれはやっちゃダメだろうっていうね。うんうん まあもうこの際さ、うん、河野君とかも言っちゃえばいいんだよな、まあね、オリンピックなんか、こんな非効率なことやめ,やめましょうよってね、うん、コンセンサスって本当に言ったんだとしたら、うん、やっぱり河野君らしいことばづちなみにあの、これ緊急事態宣言が延長に3月7日までなったら、どうなっちゃうんですかね。<laughs> 準備とか、なんもできんのちゃうできないよ。<で>ますます厳しいよね。ますます厳しいですよね。で、うん、多分その海外の印象も、あのー、自分の国で起きているロックダウンみたいなことが、日本でも起きてんだろうっていうふうに思うはずなんですよ。だって、うん、イギリスのロックダウンとニュージーランドのロックダウンと、中国のロックダウン、あと台湾のロックダウン、韓国のロックダウンね。 この辺り全部違いに述べられる人っていないと思うんですよ。うん、やっぱ、あのー、なんか日本より厳しいんだもん、ぐらいの <laughs> 印象しか多分ないと思うんですけどあ。ってことは、イギリスの人とかがさ、日本ではまだ緊急事態宣言、ロ,ロックダウン、うんまず外出自粛っていうところが理解できないと思うから。自,、うん、自粛って何え,え よくわかんないんだ、また、あ、ロックダウンなんだろうみたいな <laughs>、うちと似たようなことやってんだろうっていうふうに思っまあそうなるよね。うん、思うと思うんですよ。うん、そなりよっぽどリテラシーが高い人はね、別ですけど、そうすると、じゃあそんな時にときのオリンピックってできるわけねえだろうみたいなふうに思うしね。うん。うん、まあ、もちろんいい印象はないし、のまああの実務的に、その海外から、うん えー、人は今、入れないようになってるわけで、うん、だからその準備は全くできない、ねうんうん、何も進まない、うん、あと予選関係とかももちろんできないと、うん、いうことで、あのますます当たり前だけど厳しいわけですよ。うん、で組織委員会が言っているその30日以内に、はいえー、あ聖火リレーね。うん 組織委員会は聖火リレーで、うんえー、都道府県の関係者に言ったのは、うん、んとその聖火リレーをやる県で30日、やり始める日から30日以内に、うんえー、緊急事態になっていたら、うん、その県は中止するみたいな話をしたと、うん、で各都道府県からはいや、1県でも中止するんだったら全部でやめてくれると、そうですね。 っていう話は出たけど、まあ、それは承まりましたっていうことになっている。うん、だから、あの、まあ、やる気だっていうね。うん、で、えっと、福島、まず最初はとにかく福島県。うん、次は栃木県で、うん、栃木県はもしかすると緊急事態宣言から外すかもしれないって今言っていて、で、あの、福島県はもともと緊急事態になっていない。うん、だから準備は進める。うん でも、とにかく、あのー、そもそも、そもそも論で言えば聖火リレーって何、何のためやるかって言ったら、うん、それは聖火が日本にやってきた。うん、これからオリンピックやるよんっていうね。うん、みんな集まれって言、うん <laughs> う,ね、うためにやるんだからさ、あ見に来いっていう,う、ね。見に来いっつって、やるのに、うん、いやいや、見に来んな、見に来んなって。<laughs> 言ううんだったらもうやんなくたっていいわけよ別にそうだようん、うん、あのお得意のあのワゴン車の後ろに乗っけてさ、うん、だからそれで走りゃいいじゃんガラガラガラーって走っときゃいいだけだ、うん、ででねあれ聖火リレーのやっぱりその、うん、なんていうのやっぱりこう最大の狙いはねはいあれは結局各県走るわけでそうするとこう走っててさ、うん なんかそのその背景にさ、うん、なんかちびっ子が一生懸命こう旗振ってる、満員のこの人たちがいて、うん、そこをうれしそうに聖火ランダーが走ってるっていう、絵が撮りたいわけよ。その絵撮っちゃダメだっていうことになったら、何の意味があるのかっていうね。まあ、結局、ローカルの場合は、もうローカルのテレビ局がみんなさ、朝から晩までそれ流すっていうね。うんうん それでこう、五輪やるよって言われよう。うんうん、盛り上げる気でいたわけだけど、うん、現状では、なるべく人集まんないでくれって言ってるわけでしょ。そうですね。やんなくたっていいじゃん、別にっていうね、うん。やんなくていいと思うよ、本当にうん、うん、でそこにまた億単位の金がかかるわけだよね、うん。バカなのっていう。本当に <laughs> <laughs> あ人は集まるなって言って、うん、ね。だけど、注目はしてほしいね。ね、うん、言ってることが真逆であって、まあそもそももうやる価値もないしね。あすごいお金の無駄遣いになるよな、これ。うん。うん、いもうだから、とにかく金の無駄遣いになることはもう目に見えているわけで。うんうん あ,あもうね、そこでさ、あのまた、また、くだらないよね、また密になるのかとか、ならんのかとかさ、まあ、とにかく、一番気の毒なのは、うん、都道府県で聖火リレーの担当になってる人が、本当に気の毒だよね。うん、もう本当に気の毒ですよ、それは。そ、うん、うん、なんバカみたいなことを真面目に計画しなきゃいけないわけでね。うん いやーだって、実際にその都道府県で聖火リレーを計画している人たちから、ね、あのうちに情報提供とかもう悲鳴の声とかもきますからね、うん、もうどうせなしになることをなんでわしはやってるんでしょうかみたいなの、うん、感じの声が来ますから。だよね。うん、やっている人たちがもう無理だろうって感じてるわけですよ。うん それ、現場の人間が一番わかるわけでね。しかしあの、組織委員会の中でも、なんかこう、もう足並みが取れてないのかなっていう気がするんですよね。うん、もうすっちゃかめっちゃかになりすぎていて、うん、いろんなことが。でそれがあの、森会長がバッハに会長に謝罪、えー、五輪組織委員会、高橋理事の東京五輪開催はアメリカ次第発言っていう。<laughs> 俺について謝ってるんですよね。うん、いや、それも謝んなきゃダメなぐらい失礼なこと言ってたんですよね。<laughs> これ何なのこれどういうことなのかっていうと、その、高橋さんっていうのは元電通の、まあ人なんですけど、あの、IOC に、えー、まあとにかく東京オリンピックができるかできないかはアメリカのバイデン大統領次第だと。うん、で、それなんでなのかっていうと、あの、まあ IOC にはそんなことを中止とか決断できる、 リーダーシップねえからっていうふうにこう言っちゃってて、え、こんな失礼なこと言っていいのっていうふうに思ってたら、案の定誤ってるっていう。意味はわかんないけどな、うん、大事な時だから発言には気をつけてねって注意をしたって。そう。<laughs> 大事な時って何っていう。不思議な。まあこれもう本当に統制が取れてない感じがしますね。 うん。まあ、まあ、高橋さんっていつもさ、自由に喋るんだよね、あの人はね。うん。で、まあ、言ってることはその通りだ。アメリカ次第だっていうね。アメリカが来ないって言ったらもう終わっちゃうしね、その時点で。まあ、言わないとは思うけどまあ、あの、来ないって言ったら、その時点で、チエンド。うん。うん。This is チエンドになるわけですよ、オリンピックの。 うん、いやー、しかしな、あ本当になんかこう、もう政府の中で、なんか一番なんか不可解なのが、なんでそれをちゃんとメディア取材しないのっていう、税金が3兆円使われる話ですよ、うん、それなのにな,なんでこの憶測を考えなきゃダメなんですかね。うん、これオリンピック行く人も 行かない人もみんな2、3万円オリンピックにかかるんですよ。で、チケット払った人だけがオリンピックのお金を払うわけじゃないんですよ。うん、皆さん行かない人、まあどちらかというとこの番組見てる人たちの中ではオリンピックには行かない人の方が多いし、反対の人も多いと思うんですよ。だけど、そういう人たちの税金も使われてるわけですからね。うんうん、もちろん。 つまり、全国民がオリンピックのスポンサーなわけですよ。うん、言うてみたら。で、なのに、メディアは取材をしないし、えー、なんか、あのー、キーパーソン X さんによると、これは多分河野さんだろうとかっていうふうに、なんで考えないといかんのっていう。おかしくねもうん、そこが一番問題にする部分ですよね、本当に。 中止、まあやっぱりだから、日本のメディアも、うん、あの、なんていうかな、あの、例えばなんか今日、うん、なんかテレビで、うんえっと、さっきツイッターで出ていたのが、はい、そ,うそうそう、今日サンデーモーニングでゴリンを結構取り上げていたと。はい でも結局そこに出ている人たちは誰もいやこれは中止すべきでしょっていうふうなコメントは出さない。あ<ー>かこうなんとなくこう中止っていう文字の周りをぐる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 回ってるみたいなさ。なるほどなるほど。奥歯に物が挟まった言い方に終始するね。それは多分テレビやっぱりこのテレビ局側からさう あまりあからさまに中止っては言わないでくれとかうん、うんで、そういうふうに要請されてるんじゃないかと思うよ。うん。だから言わない、誰も言わないっていうね。うんうん、いやー、なんかバッハーさんこう言ってますよね、森さんこう言ってますよね、でもタイムズにはこう出てましたよね、どうすんでしょうかね、みたいな感じで、こうぐる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 ,ぐる、ま、う回れて。 でだからやっぱり日本のそのメディアって常にそうだからさ、うん、あのなんでその中止論者を出さないのみたいなね、うん、そういう場合にさ、うん、今だったら増添さんもさ、増、うん、添さんもそうだし、大前圭一もそうだしね、なざ、うんうん、たる人たちがみんな中心にする。ね まあ俺を出せないのはしょうがないとして <laughs> あの、有名人でもさ、うん、明確に中止だっていう人は今はもういるからね、うん、そういうの出しゃいいわけよ、うんで、それを出さないっていうのは、やっぱりそういう、この、とにかく核心部分に触れたくないっていう、ま、うんうん、だにそれかよみたいなさ、うんうん、そこですよ、そこが問題。うんうん なるほどね。まあそれでね、いつまでそれをやるのか、うん、そういう猿芝居みたいなことをいつまでやるのかっていうので、まあだから、それもだから、問題ですね、だからフライデーのこのニュースっていうのは、えー、まあ見てて面白い、面白いんだけど、うん、なんで全国民があのスポンサーになっているオリンピックについて、 えー、政府の予想をね、こう考えないとダメなんだと。ね。だってお店に行ってさ、お金払ってる側なのに、これきちんとできてんのって言ったら、あの、一切取材には答えないとかね。だからそんなお店の商品可愛いやろっていう。オリンピックっていうのはそういう問題もあって、で、やっぱりこの、そのメディアがスポンサーになった弊害っていうのをね、改めて感じる。だって緊急事態宣言延長の可能性大。 で、それで、え、政府の中でも、このもう、中止のコンセンサス決まってるみたいな話が出ているのに、どうなんどうなんってこう予測しなければならないって、おかしいよね、え明らかにっていう、ね。で、それが改めて分かる話だったんじゃないかなというふうに思います。え、本間さんどうもありがとうございました。 ありがとうございます。まあそんなわけで今日も読書っていうことで、えー、チャンネル登録といいね。ちなみに河野太郎さんがもしですね、一月つき万歳に出てオリンピックについて好き勝手言いたいということがあればですね、うちの番組は大歓迎でございますということで、ううえー、はい。それではあ、今日もありがとうございました。今日も読書。河野さんお待ちしております。<laughs> お待ちしております。<laughs> <laughs>